本屋踊り子さん150名が一生懸命本屋よさこいロコモーションという曲を作り上げてきました、まあね、いろんなことがありますけど、こう前を向いて進んでいこうという前へ進むよさこいの気持ちを作ってみましたので、皆さんと一緒に明日からも明るく楽しく元気に、ぜひですね本屋踊り子さんに5000円心の中でお願いいたします。懐かしい成長よさこいもあります、本屋節もあります。どうぞ心の中でご唱和ください。お願いいたします。じゃあ本屋元気あるかな。